ちは。今日はいつも仲良くしてもらっているすーちゃんからサプライズでプレゼントが届いたので、そのご紹介をしたいと思います。スーパーも可愛くデコレーションしていて、紹介したいと思って出しました。ここはちょっと住所なので隠しています。では早速中身を開けていきたいと思います。いっぱい入ってました。どれから紹介しようかな。じゃあ一番上から、岡山県にある倉敷がバス停の発祥の地ということで、ゴールデンウィークにすーちゃんが行ってきたそうです。で、バス停をまるまるいただいちゃいました。マカロン、マカロンがたくさんあります。カラフルで可愛い。マカロン自体も食べるのが好きなのでとっても嬉しいです。この細さ、ちょっと普通のより細めというのもいいですよね。私細いマスでも太いマスでも好きなので、いやもうすーちゃんはなんで私の好みを知っているんだろう。これどら焼きですよね、混ざってますかわいい、ありがとうございます。と、次はバステマキマキですね。開けてみたいと思います。いや、全部持ってないんじゃないかと思います。これはにも隠れ熊の実とか地図とか水族館の図鑑みたいな感じですね。すごい。これは童話かな、シンデレラって書いてありますね。ガラスの靴だ、かわいい。これはどこの地図だろう。あ、ニューヨークって書いてある、アメリカの地図、かっこいい。あ、これはわかります、フランスですよね。エッフェル塔、フランス行きたいな。これは新聞、マステの新聞だ。マステの写真があるので、これは橋、岡山だから瀬戸大橋かな瀬戸大橋だったら当たったらすごいです。あ、カラフルなクレヨンみたい。あ、私の好きなエッフェル塔じゃないですか。で、こちらはおしゃれな文字、あ、切手のマークみたいな消しのやつみたいですね。これはカフェかな、カフェの紹介風まして、これはなんだろう、あ、世界の乗り物かな、もしかしてだけど、これはどこかの国かな。瀬戸大橋じゃないですよね、わかんない。でもおしゃれで可愛いです。あ、この辺も好きですね。アルファベットのこういう感じ好きなんです。あ、マステを切り貼りした風のマステ、いいですよね。桃だ、ぶどうもある。岡山ってマスカットと桃太郎ですもんね。長屋長屋すごい。こちらも昔のお家、お家も好きなんですよ。なんで好み分かるんだろう、不思議です
ありがとうございます。そしてマキマキでした。そして次は袋も可愛い、いちごミルクじゃないですか。木のクリップですね。いや、もうほぼ日記書いてる時にこういうクリップ欲しいなって思ってたので、とても嬉しいです。最近なんかサボテンのマステ手に入れたので、その時とかも使えますね。どれも可愛い。これも飾りましょう。ここにサボテンとドーナツとコーヒーにソフトクリームが乗ってます。で、お手紙、レターセットも可愛いですね。ここに置いておきましょう。これは何だろうな、ラッピングも可愛いですよね。シールとかもマステも貼っていただいて、どれも可愛い自分に語彙力があればもっと伝えられるのにな。これはサンドイッチ、フルーツのサンドイッチとお野菜のサンドイッチと卵サンド、どれもサンドイッチ好きなんです。いいですよね、パンって可愛いここに置いて、あ、いちごだ。いちごミルクもいつもね、見つけてくださるんですよ。パカッ。これはバースデーカードとかにも良さそう。封筒とシールもつけてくださりました。使おうとでも可愛くて使えないかもしれない。パンです。パンもいいですよね。クロワッサン結構好きなんですよね。あとこちらのポストカードですね。入らなくなってきちゃったな。こんな感じ。いろんな紅茶とクッキーを運んでますね。2枚。こっちもティーパーティーしてるの、かわいい。2枚。女の子と豚さん。でも、2枚ずつ入れてくださってるんだ。クマさん。クマさんが森を自転車をこいでいます。かわいかったでも置いておきましょう。もう広げられない最後の袋は、これもヨーロピアンな感じ。何だろうな。お風呂のティーバッグ、バスソルト&ハーブ。すごい。これはお風呂に入れるんですよね。面白い。お風呂タイムにぜひ使いたいと思います。入んないよ。あと、これ、私欲しかったんですよ。またいちごを探してくださったんですね。ありがとうございます。これ欲しいと思ってダイソーに行ったらもういちごだけなかったんですよね。大切に使います。やったー。というわけで、すーちゃんからの届け物でした。サプライズプレゼントでした。ありがとう、すーちゃん。ではでは。
では今回はこの辺で。